鉄道憲兵隊だったか。確かクレア大尉でしたよね。はい、覚えていただいたようで何よりです。3ヶ月ぶりくらいでしょうか。この人が議員たちが言っていた。ふん、泣く子も黙る鉄道憲兵隊の将校殿か。あなたが今回の特別実習の課題など？ いえ、あくまで今日は場所を提供するだけです。正式な方はいらっしゃいましたね。ああ、ちょうどよかった。この声は。父さん。え？って帝国時報で見た。革新派の有力人物、レーグニッツ知事。マキアスのお父上か。ふふ。まあ一応は自己紹介をしておこうかな。マキアスの父、カール・レーグニッツだ。帝都庁の長官にしてヘイムダル知事を務めている。よろしく頼むよ、士官学院7組の諸君。Thank you.
Thank you.
私の番だ。任せて。